前回の続きからです16リュウビンが2階へ上が届き妻は新しい銀のサモワールのそばに新しい紅茶セットを前にして座っていた。 そしてアガーフィアを小さなテーブルの前に座らせ紅茶さえ注いでやっていた彼女は他いに絶えず頻繁に文通を続けているドリーから来た手紙を読んでいるところであったまあご覧くださいまし奥様が私に一緒に座れとおっしゃいましてねとアガーフィアはさも親しげにキッチンに微笑みかけながらこう言った リュービンはアガーフィアのこういった言葉の中に最近彼女と吉井の間に持ち上がったドラマの円満な解決を読み取った新しい主婦がアガーフィアから一家の支配権を取り上げて彼女になみなみならず悲しい思いをさせたにもかかわらず吉井はそれでも勝利を占めて自分を愛させるように仕向けたそれを彼は見て取ったのである 今私、あなたの手紙を読んだとこなのよ。無学な手で書かれた手紙を夫に渡しながら吉井はこう言った。これはどうやらあなたの兄さんの女の方から来たものらしいわ。と彼女は言った。私、読みはしなくってよ。ところでこれは私の家とトリーから来た手紙なの。まあ、どうでしょう。 ドリーはサルマーツキー家の子供舞踏会にグリーシャとターニャを連れて行ったんですって。ターニャが公爵夫人の紛争をしたんですって。しかし、両民は聞いていなかった。彼は顔をあからめながら、かつて兄ニコライの上婦であったマリア・ニコライ・エブナの手紙を取って読み始めた。 これはもうマリアから来た二度目の手紙であった。マリアは最初の手紙で、兄が何の罪もないのに自分を追い出したことを報じ、自分は小敷のような境涯にいるけれども、何もお願いはしない、何も望んではいない。ただ、ニクライド・ドミートリッチが体がお弱いから、自分がいなくなったら破滅してしまわれるだろうと思うと、いても立ってもいられないと。 いじらしいほど率直な調子で書き加え、どうかあの人に気をつけてほしいと頼んでいたところが今度は別のことを書いてよこした彼女はモスクワでニコライに巡り合ってまた同棲するようになり彼がこの県の県庁所在地で勤め口ができたので一緒にそっちへ移っていったところが彼はそこで上官と喧嘩をして 元のモスクワ目指して出発したが、途中で発病して、ほとんど再起の望みがなくなった。とこう彼女は書いていた。始終あなたのことを言っていらっしゃいました。それにお金ももうありません。読んでごらんなさい、ドリーがあなたのことを書いていますから。と吉家はニコニコしながら言いかけたが、急に変わった夫の顔に気がついて。 っっつり言葉を切った何ですのあなた一体何事ですのあの女の知らせによると兄はニコライは死にかけているそうだ僕は行ってくるよキチンの顔も一変したタニアの公爵夫人のこともドリーのこともすっかりどこかへ消し飛んでしまった いつ出発なさいますのと彼女は尋ねた。明日。私も一緒に行きますわ。よくって。と彼女は言った。吉、一体それは何のことだねと彼は非難を込めて言った。何のことって何のことですの 夫がしぶしぶといまいましそうに自分の申し出を受けたのにむっとして。どうして私が行っちゃいけないんですの私、あなたの邪魔をしやしません。私。僕が行くのは兄が死にかかっているからなんだよ。と、リュビンは言った。何のためにお前が何のためですってそれはあなたと同じわけじゃありませんの 俺にとってはこんな重大な時にあれは一人になったら寂しいなんてそんなことばかり考えているんだ」とリョビンは考えたこれほど重大な事件にこういう口実を設けるとはそう思って彼は腹を立てた「そんなことはできない」と彼は厳しい声で言った アガーフィアはことが喧嘩にまでなりそうなのを見てそっと茶碗を置いて部屋を出てしまった吉弥はそれにも気づかないほどであった最後の一句を言った夫の調子は彼女を侮辱したことに自分の言ったことをどうやら信じていないらしいのでなおさらであった私はっきり言っておきますけどあなたがいらっしゃるなら 私も一緒に参ります。ぜひとも参ります。と彼女は咲き込んで腹立たしげに言った。なぜできないんですのなぜできないなんておっしゃるんですのだって行く先がどんなところだか、途中がどんな風か、どんな宿屋かわかりもしないのに、お前がいると僕は自由に行動ができないよ。 漁敏は冷静になろうと努めながらこう言った「決してそんなことありませんわ私何にもいりませんものあなたのいらっしゃるところならどこまでもついていきます」「いや向こうにはお前が親しくするわけにいかない例の女がいるそれは一つだけでも私向こうに誰がいるのか何があるのか」 そんなこと少しもわからないし、知ろうとも思いません。私にわかっているのは、夫の兄が死にかかっていて、夫がそこへ行くということだけですわ。だから私も自分の夫と一緒に行くのです。つまり、ち腹を立てないでおくれ。しかし考えてもごらん。これは実に重大なことなんだよ。それなのに、お前は自分のめめしい感情。 一人で残りたくないという気持ちと一緒くたにしている。そう思うと僕は情けないんだよ。もし一人でいるのが寂しいと思ったら、まあ、モスクワへでも行ったらいいじゃないか。ほら、あなたはいつでも私に嫌な、浅ましい考えを押し付けようとなさるんですわ。と彼女は侮辱と憤怒の涙を浮かべながら言い出した。 私何も、めめしい感情も、何も、私はただ夫が悲しんでいるときには、夫と一緒にいるのが自分の務めだと思うばかりですわ。それなのに、あなたはわざと私を傷つかようとなさるんですもの。わざと人の気持ちを理解しないと。いや、これは恐ろしい。まるで何かの奴隷になったみたいだ。つと席を立った両瓶は、 もいまいましさを隠す力もなくこう叫んだがその瞬間彼は自分で自分を殴っているような感じがした「じゃあなぜ結婚なさったんですの自由なみでいらっしゃったものを後悔するくらいならなぜ?」というなり彼女は席を蹴って客間の方へ駆け出した。